皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今回はこちらの3冊紹介します。左側からインレッド通常版、そして大人のおしゃれ手帳、さらにはモノマックス開封していきます。それではまずはインレッドの付録から開封します。はい、開封いたしました。インレッド通常版の付録はムーミン濡れても大丈夫な5ポケット収納トートです。はい、まあ、このタイプのトートバッグ久しぶりに出てきましたね。それでは見ていきましょう。まずご覧ください。正面にはこちらリトルミーさんのタグが付けられております。いつもは険しい表情ですけれども、今回はご機嫌なお顔されておりますね。正面には2つの大きなポケットがついておりまして、ここはメッシュ素材が使われております。こう透けた状態になってますね。で、本体のこの部分が PVC 素材が使われておりますので、濡れても大丈夫といいますか、水に強い素材が使われております。そして反対側を映していきますと、こちらが正面という感じですかね。このような賑やかな絵柄が出てきましたけれども、これは海ですね、浜辺ということなんですが、はい、ちょっと詳しく見ていきますと、こちらムーミンパパさんがいらっしゃいますけれども、何やらチラ見されておりますね。顔を赤らめておりますけれども、もしかしたらこの方をチラ見しているんじゃないでしょうか。はい、ただですね、ここムーミンママさんがいらっしゃるほぼ目の前での、これは浮気ですね。これはいけません。はい、ママさんがちょっと向こうを向いた隙のチラ見ということで、パパさんこれはダメですね。一方でリトルミーさんはまたご機嫌なニコニコ顔をされております。まあ、この状況を楽しんでいらっしゃるんでしょうか。で、こちらもですね、 PVC 合皮素材使われておりますので、水に強い素材です。で、下の方、底の部分映していきますと、このように全て PVC ですね。そしてこのわずかながらこう透けている感じの仕様になっております。横から見ますとこんな感じで、はい、全て PVC 素材です。海とかプール行く時のセットに持ってってもいいかもしれませんね。はい、そして持ち手の部分もここでこう付けられてまして、ここも合皮素材で、中見ていきますとこのような状態で、メッシュポケットはここ3つ付いております。ちょっと幅は狭い感じはしますけれども、アルフォートが入らないという問題が発生しております。それではいろいろ入れていきたいと思いますけれども、この手のバッグ、私は今このマリー・クワントのアンドロージナ付録で昔ありましたけど、これ今使ってるんですけれども、撮影する時に入れているものを入れておく、はい、バッグとして使っておりました。なのでここに今出してますけど、これを入れてみたいと思います。まずは付録を開く時に使うこういったカッターとかハサミですね、ここ入れておきましょうか。こんな感じで入れておくとすぐに取り出せて便利ですね。その他、はい、いつも入れてる 500ml のペットボトル、さらには折りたたみ傘も立てて入れてみましょうか。ここに入れておきましょうか。はい、その他、最近はモズさんのハンディ扇風機、バッグ入れたりしてますけど、ここにちょっと入れておきましょうかね。はい、その他こうエコバッグとか何種類か入れたりとか、あとハンドタオルとかですね、はい、入れたりしてますけど、ここ入れていきましょう。あとはメガネケース入れたり、こういうハンドクリームとか、あと筆記用具ですね。その他長財布入りますかね、ちょっと入れてみますけど、はい、横にしてこんな感じで入れておきましょうか。さらにはミニ財布と、あとこれちょっとカメラで使ったりするんですけど、こういったものを入れたりとか、そしてここにポケットありましたので、まあ、これをここにしましょうかね。こんな感じで入れたりとか、あとスマホケースいつも入れてますけど、これは iPhone の Pro シリーズ、はい、このようにギリギリですけど入ります。こんな感じで、はい、一式入りました。どうでしょうか。まあ、ポケットはですね、この外に2つと内側に3つあって、メインスペースも結構広く使えますので、はい、でさらには水に強い素材ということで、まあ、お部屋でも使えますし、お風呂場とかですね、あとは先ほども言いましたけど、海とかプールに持って行ったりとか、アウトドアでも活躍してくれそうです。というわけで、たっぷり入る収納トートバッグですけれども、念には念を入れまして、正確な容量を測定しておきましょう。それでは本日も参りましょう。 How many ブルボン。
バッグの容量は26ブルボンです。ムーミン、詰め重ねても大丈夫な5ポケット収納トートバッグおすすめです。はい、ということでここまでインレッドの付録紹介してまいりました。それでは来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちらです。ジャーナルスタンダード推し活に普段使いに7つの機能付きトートです。来月号はこのブラックのシンプルなトートバッグでございます。便利な7つの機能ということで書いてありますけれども、1つ目がこちらですね。内側には3つスペースがあり、荷物を整理しやすいということで、このように3つに分かれているということですね。でさらに2つ目、内輪や A4 書類が入る頼れる大きめサイズ、頼もしいですね。そして3つ目、ペンライトを立てたまま収納できる内ホルダー。はい、推し活にちょうどいい感じで作られております。でそしてこちら、チケットなど大切なものはファスナー付き、ジップ付きポケットにということで、ジップあるんですね。やはりジップの安心感が、これは機能しております。そして5つ目なんですけど、さっと取り出しやすい内ポケットにはスマホ、スマホポケットあるのはやはり便利ですよね。そして D 缶には大好きな推しをぶら下げたいということで、はい、こちら D 缶が外側についております。でさらに肩にかけられる便利な長めの持ち手、はい、肩掛けできるとやっぱり便利ですよねということで、便利機能がたっぷりとついております。こちらのバッグ、来月号は8月7日発売となっておりますので、楽しみに待ちましょう。お待たせいたしました。続きまして、大人のおしゃれ手帳を開封していきます。はい、開封いたしました。今回の付録はハリス整理上手なお出かけ3層ポシェットです。このポシェット本体に取り外せるショルダーストラップがついております。ポシェット本体ですけども、もうちょっと小ぶりな感じを想像していましたけれども、まあまあ割と大きめサイズじゃないかなと思います。では詳しく見ていきます。まず正面のこの下の部分、ここですね。ちょっと見えにくいかもしれませんが、さりげなくハリスの型押しロゴが入っております。そして表面の素材は合皮素材が使われまして、このシルバーの高級感といいますか、品のある脂肪感のある合皮が使われております。このシルバーの感じのポシェットとかバッグあまりないですからね、はい、とても貴重なアイテムかと思います。でこのジップの部分もシルバーで、はい、統一化されておりまして、まあ、全体的な統一感ありますね。はい、でご覧の通り3つ3層構造のポシェットになっておりまして、本体裏側も見ていきましょうか。裏側はこのように、特に裏面はロゴとか、ポケットはありませんね。はい、で下から見るとこんな感じで、角の部分とか縁の部分を写しますと、このような仕上がりとなっております。そしてここに D 缶がついてますので、両サイドにショルダーベルトをつけることできます。でショルダーストラップですけれども、同じくシルバーの合皮が使われ、はい、ここでこの金具で簡単に取り外しができます。でサイズ調節もできますね。はい、まあ、このあたりは後で肩掛けして長さを確認したいと思います。それでは早速開けていきましょう。メイン収納ですけれども、ジップはこのタイプ、ちょっと小さめですけれども、ここ穴が開いていて、何か紐とかつけてもいいかもしれません。では開けましょう。ジップの動きは、はい、問題ないですね。で中の方なんですけれども、シルバーにも美白が映えますね。それでは中をご覧ください。内側もこのシルバーっぽい色になってますね。でここがポリエステル生地が裏生地貼られてあります。で中は結構広めの、深さもありますし、たっぷり入ってくれます。で内側の仕切りとかポケットは特についておりません。はい、ただこちらに3層構造ということで、もう一つジップがありまして、ここが開くと同じように空間、大容量になってますね。でさらにもう一段ありますので、はい、たっぷりと収納できます。ポシェットのサイズ感なんですけれども、分かりやすく言いますと1ルバンドサイズとなっております。2段目に関しましても1ルバンドサイズとなっております。3段目に関しましては1アルフォートサイズとなっております。はい、それではですね、いろいろ入れていきますけど、まず手前のこっちからいきますね。ここにはスマホを入れてみましょうか。 iPhone の Pro Max の大きめサイズのケースですけど、
はい、こんな感じで余裕を持って入れることができます。まあ、スマホをここ入れておくと便利ですよね。でさらにその上の方には例えばハンカチとかですね、ティッシュとかですね、あとは最近マスクとか外したりすることも多くなってきてますけども、替えのマスク念のため入れておきたいですね。こんな感じで入れたりとか、はい、まあ、あとはこういったエコバッグですね、小さめなものを入れておくといいかと思います。はい、こんな感じで入れまして、でメイン収納なんですけれども、例えばメモ帳を入れたりとか、あと長財布も小さめサイズであれば、ちょっと 幅の小さいものであれば、なんとかこんな感じで入れることもできます。立てて入れるとちょっと高さが足りませんので、はい、これ長財布幅の小さいものを入れるか、あとミニ財布入れたりとか、まあ、そんな感じになりますかね。はい、よくあるサイズの長財布ですと、こちらギリギリ、まあ、なんとか入らないこともないですけども、こんな感じで本当詰め込むような状態になってくるかと思います。ですのでこういう小さめなミニ財布入れといてもいいかもしれませんね。あとはハンディ扇風機を入れようと思えばなんとか入りますかね。ちょっと閉めてみますけど、かなりパンパンになりましたけれども、これくらい入るようなサイズ感となっております。はい、それではこちらの3層ポシェット持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください、どうでしょうか。高級感のあるシルバーの合皮が使われたポシェットになっておりまして、ハリスのロゴがここに入ってるんですけど、ちょっと見えにくいんですけどね、しっかりと入っております。でジップが3つ3段ついておりまして、3層構造になってますので、小分けして、しかもジップ付きですので安心ですよね。で正面がこちらで、横から見ると後ろ側がこんな状態になっておりまして、はい、とても使いやすいポシェットになっているかと思います。でショルダーストラップも同じく合皮のシルバーということで統一感がございます。で今一番長い状態に設定しておりますので、肩掛けしてみますとこれくらいの長さです。で斜め掛けしますと長さは十分あるんじゃないかなと思いますね。ちょっと長めかなというところですね。で使い勝手見ていきますと、一番手前のこちらですね、スッと開けまして、スマホを取り出すことが簡単にできます。こちらのメイン収納とかたくさん詰め込みすぎますと、この出し入れがちょっと圧迫されてきて、窮屈になりますので、程よい収納が、はい、良きかと思います。ちょっと詰め込みすぎちゃいましたね。で2段目いきますと、はい、こちらには先ほどハンカチとかですね、入れましたけども、エコバッグとか、スッと取り出すことができます。2段目の収納もこのジップの横にスッといくのが非常に楽で便利ですね。でメイン収納いきますと、ここもスッと開けまして、ここにはお財布ですね、ミニ財布、長財布もなんとかギリギリ入りますけども、小さめの入れておくとより使いやすいと思います。でハンディ扇風機使ったりとかですね、あとメモ帳ちょっと入れておいたりとかもできますし、はい、で予想以上に大きめサイズになってましたので、お出かけに必要な荷物はもう一式入っちゃうんじゃないかなと思います。はい、まあ、普段荷物多い方はサブバッグとして、はい、お使いいただけるとかなり便利に使えるんじゃないでしょうか。3層構造のポシェットといいますか、バッグで私がいつもよく使っているのはこれですね。かなり昔の大人のおしゃれ手帳のバッグなんですけれども、外側にポケットあったり、3層構造は、まあ、このタイプの3層なんですけれどもね、はい、薄くて、はい、サイズもまあまあ大きくて、まあ、今回のバッグに比べてもちょっとだけサイズ大きいくらいの、大きさになってましたので、これかなりズッカの大人のおしゃれ手帳のだいぶ昔の、何年前ですかね、3、4年前ですかね、はい、バッグになるんですけれども、はい、まあ、持っていらっしゃる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、はい、似たようなタイプのバッグまたぜひ出してもらいたいなと思います。で今回も3層構造ということで、まあ、小分けに便利な、合皮素材の高級感のあるバッグポシェットに仕上がっておりますので、こちら気になった方はぜひチェックしてみてください。はい、お待たせいたしました。それではこちらのポシェットも念には念を入れまして、容量測定をしておきましょう。それではご一緒に、 How many ブルボン。ポシェットの容量は12ブルボンです。ハリス、はみ出し上手なお出かけ3層ポシェットおすすめです。
はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでハリース整理上手なお出かけ3層ポシェットを紹介してまいりました。それでは大人のおしゃれ手帳の来月号の予告をしておきます。来月号の付録はこちら、フィンレーソンスリム軽量なのに大容量保冷ステンレスボトルです。ステンレスボトル数年前にいろんなの出てましたけれども、今回はこちらですね。容量が 260ml、 満水時は 280ml という、そういったサイズになっております。たっぷりというほどではないですけれども、ちょっと水分補給用に、はい、コンパクトサイズでいいんじゃないでしょうか。でフィンレーソンで一番人気のエレファンティー柄ということで、ゾウさんの柄になっているということです。こんな感じで、まあ、スリムなのでバッグに入れておいてもかさばりにくいという感じですね。で、口がヒロシさんになっておりますので、まあ、氷も入れやすいですし、新井康さんでもありますよね。はい、まあ、様々なデスクワークとかですね、スポーツなどにも使えると記載がされております。はい、来月号は8月7日発売ということで、こちらも楽しみに待ちましょう。お待たせいたしました。続きましてはモノマックス付録開封します。はい、開封いたしました。モノマックスの付録はナンガ10ポケットショルダーバッグとなっております。それでは詳しく見ていきます。ご覧ください。ブラックボディに中央にはナンガのロゴタグですね、こちらがしっかり付けられております。で形もですね、この辺がちょっと丸みを帯びた可愛い形状になっているのかなと思います。で正面に早速一つ目のポケット、ロープ付きでこう引きやすくなっておりますね。横にスッと開きまして、中の方を見ていきますと、こんな感じで、はい、中も真っ黒でちょっと見えにくいんですけど、この辺が PVC 張りとなっています。こっち側がポリエステル素材で、ここにもポケット、はい、内ポケットがさらについてるんですね。1つ、2つ、3つの小分けできる小さいポケットが3つついております。はい、まあ、10個ポケットあるということで、かなりこう機能的になっているかと思います。で、裏面見ていきますと、はい、裏側はメッシュ素材となってまして、まあ、体にこうフィットした時に夏場とかですね、蒸れとか防いでくれますよね。そしてここにジップがついておりまして、こう縦にこうスライドさせますと、はい、かなり小さな、まあ、このこれくらいの範囲のスペースなんですけれども、ポケットがついております。内側がこんな生地になってまして、ここは別に透けてるわけではありませんので、中は見えない状態です。はい、こう肩掛けした時にちょっと背中に回して取るようなポケットですかね。まあ、カードとかちょっとした、ね、まあ、小物ですね、入れておくのにちょうどいいかと思います。まあ、珍しいタイプのポケットですね。でさらにここ縦入れできるポケットですね、ここにスマホとかですかね、はい、ここはメッシュ素材なので透けております。それではスマホ入れますけれども、こちら iPhone の Pro Max の大きいサイズを一番下まで入れますと、はい、あ、ぴったりくるサイズになってますね。深さもしっかりあります。でプロシリーズちょっと小さめのケースですと、すっぽりと入ってくれます。そして念のためアルフォートも入れますけれども、このようにしっかりとロゴが見えております。サイズも許容範囲かと思います。そしてバッグ底から見ますと、底の部分はマチもしっかりとありますね。でこの辺がちょっと丸みを帯びた形状で、横から見ると、でショルダーベルトは固定されてますので、取り外しはできない仕様となっております。でこんな感じの仕様ですね。それではメイン収納を開けていきましょう。こちらもロープ付きとなってまして、スーッと、はい、この開閉は全く問題ないかと思います。中の方を見ていくんですけど、今回は美白フードコンビです。いや、ほんと毎日暑いですよね。日焼けとか熱中症とか、はい、夏十分気をつけてくださいね。それでは中見ていきますと、このようにブラックの、はい、内装になっておりまして、ポケット、こっちがですね、深さ一番下まである横幅いっぱいの大きな内ポケットをつけられております。で前の方に回っていきまして、こちらにもさらに2つ、こっちは中央で仕切られた一番下までのポケットがつけられております。ですのでポケットとしましては、こちら1つ、2つ、3つ、さらには4つ、5つ、6つですね。で7つ
つ、8つ、9つで最後10個目ということで10個のポケットがあります。それではいろいろ入れていきましょう。まずはメイン収納に 500ml ペットボトルがこんな感じで、はい、しっかりと入ってくれます。でさらには長財布いってみましょうか。長財布なんですけども、この内ポケット、ここ横いっぱいありますので、内ポケットにこのように入れることもできちゃうんですよね。はい、なのでここでちょっと分けられるのが嬉しいポイントです。さらにはこういったハンディ扇風機も入れてみましょうか。はい、まあ、これは外側に入れてもいいのかな。ここに入れたいんですけど、でもここ背中に当たっちゃうんで、やっぱここですかね。はい、あとは、こういったタオルを入れたりとか、ここに小分けポケットがありますので、ここにはエコバッグとかもですね、こんな感じで入れときましょうか。でメイン収納はこんな感じで締めておきます。続いてこっちなんですけど、ここには小分けのポケットありますので、こういった目薬とかですね、あとはイヤホンとかちょっとした小物を入れておくのにいいかと思います。はい、さらにはこういうモバイルバッテリーとかコードとかですね、そういったものを入れておいてもいいかと思います。はい、こうですね。で背面ポケットには先ほど入れたようにスマホを入れておくと便利に取り出せると思います。そしてサイドのこっち側にもポケットがありますので、ここには、まあ、こんな感じでカードとか入れる想定なんですかね。はい、このように入れることできます。はい、といった感じで、はい、収めることできます。そしてですね、この表面なんですけれども、撥水加工されてますので水に強い素材です。はい、それではバッグ持った感じを写していきたいと思います。ご覧ください、どうでしょうか。今回のバッグ楽しみにしてた方多いんじゃないでしょうか。10個のポケットがつくということで、かなり機能面に優れております。でブラックのシンプルなデザインなわけですけれども、中央にはナンガのロゴタグ付きです。で形もちょっとこの辺が丸みを帯びて可愛い形してますよね。で正面こちら、横から見るとマチもしっかりありまして、後ろ側がメッシュ素材になっております。でショルダーベルトに関しましては、ここで固定されていて取り外しできないんですけど、サイズ調節ができまして、今一番長い状態に設定しております。幅も広めで、質感もとても良い状態なので、このショルダーストラップは、はい、まあ、肩にかけていても痛くなりにくいと思います。で肩にかけますと、あ、結構長めですね。斜め受けしましても、はい、腰ちょっと下ぐらいまで来ますので、十分な長さがあるかと思います。では使い勝手見ていきますと、まずこの外側のポケット、こちらすっと横に、はい、サッと開けられるのが便利ですね。でここには小物類ですね、ですので小さいポケットがいくつかありますので、こういう目薬とか今入れましたけれども、あとはガムとかですね、あとはイヤホンとかですね、そういったものをちょっと取り出したい時用に、はい、小分けできるのが便利かと思います。あとはこの後ろ側のこのメッシュ素材、まあ、こう背中にこう回した時なんかにもですね、蒸れを防いでくれますので、非常に良き状態かと思います。でさらにポケットついてますので、ここにスマホ、はい、スマホポケットとしてはかなりこれは便利です。でさらに、こっちの横のこの収納ですね、縦にこう開けるタイプなんですけれども、背中に回した時に、手を背中に回してさっと、カードを取り出せる、はい、まあ、そういった使い方も可能かと思います。あまりないので、はい、珍しいですね。そしてメイン収納見ていきますけれども、メイン収納もこうスーッと開けられまして、長財布入っちゃうんですよね。はい、長財布派の方も安心です。この内ポケットにスッと入ってくれますので、出し入れする時もそれほど窮屈感はないかなというところです。であとはこういったハンディ扇風機、今から大活躍してくれますよね。で奥の方には 500ml のペットボトルも入りますので、水分補給もしっかりとできます。で内側にもこれポケットついてますので、こういった小物類ですね、これエコバッグですけれども、こうやって分けておけれ分けて入れられるのが非常に便利なポイントです。はい、メイン収納にもポケット、そしてこの手前のスペースにもポケットがあって、さらには外側にもポケットがあるということで、いろいろ小分けしたい方にはもってこいのショルダーバッグになっているかと思います。はい、見た目もシンプルなデザインなので、まあ、男女兼用して、使えるのではないでしょうか。ということでモノマックスの付録おすすめとなっておりますので、ぜひチェックしてください。はい、ということで一通り紹介してきましたけど、いかがだったでしょうか。
それでは最後にこちらのバッグも正確な容量を測定しておきます。それでは参りましょう。 How many ブルボン？バッグの容量は14ブルボンです。ブルボン10ポケットショルダーバッグおすすめです。はい、ということでいかがだったでしょうか。ここまでモノマックスの付録ナンガ10ポケットショルダーバッグ紹介してまいりました。それでは来月号の予告をしておきます。モノマックス来月号の付録はこちら、通常号と増刊号同時発売ということで、まずは通常版こちらですね。バッキンガムベア4マッキントッシュフィロソフィー、見た目以上の収納力、大容量ミニ財布です。いや、これは楽しみな付録になってきましたね。手のひらサイズのお財布となっておりまして、こちらですよね。で、このようにですね、小銭入れもしっかりついていて、カードもしっかり入る。そしてお札もここにですね、入れることできます。カードは5枚ほどのカードが収納できるって書いてありますね。あとはこの交通系 IC カードなどよく使うカードが入るポケットはここということですね。お札入れはこのように2層式ということで、このあたりも便利に使えそうです。で、このように可愛らしい、はい、キャラクターもプリントされておりますし、コパン塗り処理で仕上げも美しいという感じで書いてありますね。はい、まあ、こちらの通常号の付録もこれはかなり人気の商品になってくるのではないでしょうか。高級感もありますしね。はい、で続いて増刊号はこちらになります。シャカ吊るしても使える万能ショルダーバッグです。こちらですね。はい、来月号もショルダーバッグ出ます。そしてこのホワイトカラーの爽やかな夏にぴったりなデザインで、表面はこの撥水加工がされているということですね。で、このようにフックついていて、吊り下げてポーチとしても使えるということになってるんですよね。これも珍しいデザインになってます。はい、まあ、このショルダーにもできるし、ベルトを外してこういうポーチ、吊り下げるポーチにもなるという、はい、そんな仕様です。で、ここに書いてありましたね。こんな感じでアウトドアで使ったりとか、まあ、お家とか、あと旅行先で、はい、吊るしてすぐ取り出せますからね。はい、このような使い方です。まあ、それでいて本体は長財布も入るようなサイズになってますからね。かなり使いやすいのではないでしょうか。ということで、来月号8月9日発売ということで、楽しみに待ちたいと思います。はい、ということで今回の動画は以上に終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今回の付録いいなと思ってもらいましたら、グッドボタンお願いいたします。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。